こんにちは、坂東と申します。今日はですね、ちょっとした買い物をしましたので、その紹介をさせていただきます。ベースアンプです。こちらブラックスターフライ 3W ミニアンプベース用というね、コンパクトで、そして比較的ね、家庭で使いやすいね、そういうタイプのベースアンプをね買ってみました。これねちょっとねせっかくなんでね開けて紹介していってみたいと思います。ベースはですねあんまり達者じゃないんですけれども、昔でっかいベースアンプも持ってたんですけどね、やっぱベースアンプってねすごい場所取るわ、重いわ、一般家庭で鳴らしたらね近所の迷惑だということでね、このくらいのね小さいベースアンプがね今時いいんじゃないかなというふうにね思って購入してみました。でね結構いい感じのねデザイン、それからね機能性なんですよ。こんな形ですね。こんなんですね。早速ね使っていってみたいと思いますね。一応ね同梱物の紹介もさせていただきましょうかね。プライバシー保護シール、あ、製品保証書ですね。あ、ちゃんと輸入元のハンコが押してありますね。株式会社神田商会と。なるほど。そしてあ、製造番号もちゃんと書いてありますね。検査合格と。でブラックスター、なんかステッカーが入ってますね。そしてこれは The Sound in Your Head、 なんかこのメーカーの、チラシみたいなものですかね。ポストカード風のチラシ。それから説明書ですね。説明書は日本語はありますね。あれ、日本語ありますけども、なんか怪しい日本語ですね。サブのつまみを右に回すと低域を増加させます。直訳ですわね。この辺はもう直感的に分かるんで、大丈夫でしょう。電池で動くということなので、その電池の入れ方で特に注意点はないですか？ニッケル水素電池も使用できると。その想定で買ってるんで大丈夫ですね。はい。それでは早速ね、これ電池駆動なんですよ。でね、注意点としては、この AC アダプターがね付属しないんですよね。それと、拡張性としてはですね、このエクステンションスピーカーなんかね2段重ねにできるっていうのは結構そこのとこ面白いですよね。とりあえず1個だけ買ってるわけなんですけどもね、こう家の中で2段スタックができるってね面白いじゃないですか。で電池が、お、なんや、もう電池入ってるじゃないですか。やったらラッキー。どうしようかな、アルカリ電池ですよね。せっかくなんで買った状態のままでいっぺん使ってみますか。そしてこれを抜けということなんでしょうね、おそらくね。わー、はい。でもう一回説明しますと、ちょっと見えてなかったかもしれないね。これを抜いて、そして電池のまた蓋を入れて、でまたこれで使える状態になってるはず。ベース持ってきます。価格を調整して、でもう突っ込む突っ込む。で、もう音出るんちゃう？電源入れます。出ましたよ、音。今ちょっとビビったな。ガリノイズかな。つまみとしてあるのは、そうですね、レベルはとりあえずこんなもんかな。 EQ がね真ん中で中立なのかがよくわからないですね。とりあえずこんなところでやってみましょうか。いきます。あー、ガリノイズここだ。ここちょっとガリってますね。久しぶりに使うからだな。あー、でもこんだけ音出れば十分ですよ、家で。じゃあちょっといっぺんどんだけ大きい音が出るかやってみますね。今これレベル最大、オーバードライブ最大でサブですね。うわ、かなりノイズですね。ちょっとこの辺がやっぱりビビりますね。ちょっとこの辺実用的じゃないですね。でオーバードライブ切ってビビらないところで言ったらもうこんなとこかな。まだビビるな。どこがビビってんのこれ。ああ、もう本体自体がビビってますね。うん、場所変えてもやっぱビビるんはビビりますね。こう押さえたらどうだ？持ったらどうだ？ビビるんはしょうがないか。でこのビビりがヘッドホンでビビるのかどうかちょっと確認してみます。これね、いいなと思ったんが、ここね、まずヘッドホン端子がちゃんとあるってことですね。それから、iPhone とかスマホをね、再生用につなぐ端子がある。これもねいいですよね。まあだから練習用、自宅用にはもう最適だと僕はね思いましたね。ちょっと今このビビりがヘッドホンでもあるかどうか、これちょっと確認してみますね。ヘッドホンこっちですね。ヘッドホンを押すと当然音は出なくなると。うん。もうヘッドホンだったらもうバッチリですね。音もすごいいいです。で、ビビりもないです。なるほど。でどの辺まで押さえればビビりがなくなるかというと、結構なくならないですね。この辺まで下げないとダメですね。こう向けやったらどうだ？お、マシか。音量上げてみよう。まあやっぱりビビりはやっぱり。あ、でもマシですね。横向けにしてで演奏した方がビビりがマシです。うん。横向けた方がマシ、ビビり。はい、一つ発見ですね。はい、というわけで自宅用にはねもうバッチリです。これで、すごいおすすめの、コンパクトな電池駆動ができる、ベースアンプおすすめです。はい、本日は以上です。ではまたバイバイ。